J1 のベガルタ仙台は15日、横浜 FC から FW、皆川雄介を間移籍で獲得したことを発表した。両クラブの指揮サイトで伝えられている。今シーズンの J リーグは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、皆川は、横浜 FC のクラブ公式サイト通じて、2019シーズンの夏に、僕を必要としてくだり、サポーターの皆様と一緒に、J1 へ昇格できた、とは僕にとって、最高の思い出です。また、横浜 FC は偉大な先輩方も多く、この素晴らしい環境、中で、チームの一員としてプレーできて幸せ、した。一年半、たくさんの応援やサポート本当に、ありがとうございました、などとコメントしてる。現在29歳の皆川は2014年に中央大学からサンフ・チェ広島に入団。2018年にはロアッソ熊本駅付き移籍。2019年7月に横浜 FC へ完全移籍となった。昨はリーグ戦29試合に出場3得点を記録した。両。